フランシウムは原子番号87の元素。元素記号は FR、アルカリ金属元素の一つで、典型元素である。また、フランシウムの単体金属をもいう、223FR は、アスタチンと同じくウランやトリウム鉱石において、生成と崩壊を絶えず、繰り返すため、その量は非常に少なく、フランシウムはアスタチンに次いで、地殻含有量が少ない元素である。 地球の近くではわずかに20から3 0ムほどでは、あるが 223fr が常に存在しており、他の同位体はすべて人工的に作られたものである。最も多いものでは、研究所において30万以上の原子が作られた。以前には、エカセシウムもしくはアクチニウム系と呼ばれていた。安定同位体は存在せず、最も半減期が長いフランシウム223でも22分しか、ないため、 科学的、物理的性質はよくわかっていないが、原子化はプラス1化であることが確認されていて、科学的性質はセシウムに類似すると思われている。アクチニウム227の1.2%がアルファ崩壊して、フランシウム223となることがわかっている。また、フランシウムはアスタチン、ラジウム及びラドンへと崩壊する、非常に放射性の強い金属である。 フランシウムは合成でなく自然において発見された最後の元素であるフランスにちなむガリウムに次いで二つ目のフランスにちなんで名付けられた元素となった1870年という早い時期に科学者はセシウムの次のアルカリ金属である原子番号87の元素があるべきであると考えていたそれは暫定的にエカマイナスセシウムという名で言及されていた この未確認な元素を発見し、管理するための研究チームによる試みは、本物のフランシウムが発見されるまでに、少なくとも4つの誤った主張がなされた。ソビエト連邦の科学者 DK ドーブラサードーフは、エカ、マイナスセシウムを発見したと主張した初の科学者であった。1925年、彼はカリウム及び他のアルカリ金属のサンプルから、弱い放射能を観測し、これは、 エカ、マイナスセシウムがサンプルを汚染しているためであると誤って結論付けた。しかし、サンプルからの放射能は、実際には天然に存在するカリウムの放射性、同位体であるカリウム40によるものであった。その後彼は、エカ、マイナスセシウムの物性の予測を発表し、そこで彼は、祖国の名を取ってこの元素を、ラッシュムと名付けた。その後すぐに、彼は、 オデッサのクライストチャーチポリテクニック工科大学での教育活動に専念し、その元素に関するさらなる研究を続けなかった。その翌年、イギリスの科学者ジェラルド・ジェイ・カイドルス及びフレデリック・ H ・ロリングは、硫酸マンガンの X 線写真の解析を行い、彼らは観測したスペクトル線を、エカ・マイナスセシウムであると推定した。彼らは87番目の元素の発見を発表し、 それが、最も重いアルカリ金属元素であることから、アルコリニアムという名前を提案した。1930年、オーバーアン大学のフレッド・アリソンは、リチア・キララ及びポルックス医師を彼の磁気工学機器を用いて解析した際に、原子番号87の元素を発見した。アリソンは、彼の故郷である、バージニア州からバージニアムと名付け、その原子記号を6を呼び、 V.M. とするように要請した。しかし、1934年、カリフォルニア大学バークレー校の H.G. マクファーソンは、アリソンの装置の効果と、この間違った発見の有用性について反証した。1936年、ルーマニアの科学者ホリアフルベーと、彼のフランスの同僚、イベット・コショワも、また、彼らの高解像度 X 線装置を用いた、ポルック水子の分析を行った。 彼らはいくつかの弱い気線を観測し、それを原子番号87の元素であると推定した。フルベイ及びコショワは、この発見を報告し、彼らが仕事をしていた、ルーマニアの行政区からその名前を、マルディビアム、原子記号をミリリットルと提唱した。1937年、フルベイの仕事は、フルベイの研究手法を拒絶したアメリカ合衆国の物理学者会、H。 ハーシュジュニアによって批判された。ハーシュは、エカ、マイナスセシウムは、自然界には存在しないと確信しており、フルベイは水銀もしくはビスマスの X 線の気線を見たのであろうとした。しかしフルベイは、彼の X 線装置と手法は、そのような取り違いをするにはあまりに精密であると主張した。このため、ノーベル物理学賞受賞者であり、フルベイの師であるジャンペランは、 マルグリット・ペレイが発見したフランシウムよりも、エカ・マイナスセシウムとしてのマルデイビアムを支持した。しかし、ペレイは彼女が原子番号87の元素のただ一人の発見者であると信じられるまで、フルベイの仕事を批判し続けた。フランシウムは、マルグリット・ペレイがフランスのパリにあるキュリー研究所において1939年に発見した。 彼女が 227AC のサンプルを生成した際、220ケブの崩壊エネルギーがあることが報告された。しかし、彼女は80ケブ以下のエネルギージュニーの崩壊素粒子に着目した。彼女は、このサンプルの崩壊は、生成しきれなかった未確認の崩壊生成物に起因するのかもしれないと考えたが、再び純粋な 227AC を用いて試験を行っても、 同一の結果となった。様々な試験の結果、この未知の物質がトリウム、ラジウム、鉛、ビスマス、タリウムである可能性が消去された。この新しい生成物はセシウム塩と強鎮するようなアルカリ金属の科学的性質を示し 227AC のアルファ崩壊によって生成した原子番号87の元素であるとペレーは信じた。ペレーはその後 227AC のアルファ崩壊とベータ崩壊の割合の測定を試みた。彼女の初めの試験では、アルファ崩壊への分岐は0.6%であり、その後彼女はその数字を1%に修正した。ペレーは、新しい同位体元素をアクチニウム系と命名した。そして、1946年に彼女は新しく発見された元素の名前を、キャティアムとするよう提案した。 これは、彼女がこの元素が、すべての元素の中で、最も電気陽性であると考えていたためである。ペレーの監督者の一人であるイレーヌ・ジョリオ・キュリーは、キャタイオンより、むしろキャットの願意のためにその名称に反対した。ペレーは、その後、フランスにちなんだフランシウムという名前を提案した。フランシウムという名称は1949年に、国際純正。 応用科学連合によって公式に採用された。フランシウムははじめ元素記号派を割り当てられたが、その後間もなく FR に修正された。フランシウムは1925年に発見された、デニウムに続いて発見された、自然界で発見された最後の元素であり、その後発見された元素はすべて合成されたものである。フランシウムの構造に関する、さらなる研究は、 1970年代から1980年代にかけてシールボン・デバーマンを及び彼のチームによって欧州原子核研究機構において行われた。フランシウムは自然に産出する元素の中で最も不安定な元素である。最も長い半減期を持つフランシウム223でも半減期が22分しかないため、少量可能な量の単体金属及び化合物として、 取り出すことがほとんどできない。よって、フランシウムの科学的、物理的性質は実験結果として求められた、実際の数値は少なく、理論的な推定値が大半を占める。対照的に、自然に産出する元素の中で2番目に不安定な、元素であるアスタチンの最大の半減期は8.5時間である。フランシウムのすべての同位体は崩壊して、アスタチン、ラジウムもしくは、ラドンとなる。 215メートル FR は、半減期がわずか3.5ナノ秒しかなく、原子番号105までの合成された元素のうち、最も不安定なものである。単体は、銀白色の金属と推定されている。また、フランシウムは、高度に放射性である。フランシウムは、化学的性質の大部分が、セシウムに似たアルカリ金属元素である。一個の値電子を持つとても重い元素であり。 元素の統量は最も大きい。もし単体の金属フランシウムが作られたならば、その有点において表面張力はおそらく0.05092ニュートンマイメートルである。フランシウムの有点は計算上、およそ摂氏27度付近になると推定されている。しかし、有点はフランシウム元素の非常な稀さと放射性のためはっきりと確認されておらず、 主張及び推定の域に留まっている。同様に推定された摂氏677度という沸点もまた未確認である。放射性元素は放熱するため、その熱によって金属フランシウムはほぼ間違いなく液体であると考えられている。ライナスポーリングはフランシウムの電気陰性度をその値が正しいとするような実験データはないものの、 セシウムの持つ0.79というポーリングスケールからポーリングスケールで0.7と推測した。フランシウムのイオン化エネルギーは不活性電子体効果より想定されるようにセシウムの375.7041キロジュールマイモルよりわずかに高い392.811キロジュールマイモルであり、これはセシウムがフランシウムよりも電気陰性度が低いことを示唆している。 エン素酸セシウムと強鎮させることによって、ごく少量のエン素酸フランシウムが得られる。この強鎮ものは、LE グレンダナンおよび CM ネルソンによる放射性セシウムの強鎮法を適用することによって、フランシウムを分離するのに用いることができる。それはまた、ヨウ素酸塩、ピクリン酸塩、主石酸塩、ヘキサクロロ白金酸塩、タングスト K 酸などを含む、 他の多くのセシウム塩と強鎮させることができる。タングスト計算及び火塩素産塩による強鎮も、また単体としての他のアルカリ金属なしにフランシウムを分離する方法を提供する。ほとんど全てのフランシウム塩は水溶性である。フランシウムの不安定さと希少性ゆえに市販されたとしても用途はなく、生物学及び原子構造の分野における 研究目的で用いられるのみである。かつて様々な癌の潜在的な診断補助の用途も検討されたが、この用途においても実用的でないとみなされた。合成、補修、冷却されたフランシウムの比較的単純な原子構造を専門的な文工学実験の対象に利用され、これらの実験により原子を構成する素粒子同士の結合定数や、 エネルギー順位に関する情報の特定につながった。レーザートラッピングされた 210FR4 による発光の研究は、量子力学によって予測された値と非常に類似した原子エネルギー順位間の繊維の正確なデータを与えた。この専務ランコのサンプルはおよそ10万個のフランシウム原子を常に含んでいる。223FR は 227AC の アルファ崩壊によって生産されるため、ウラン及びトリウム鉱石中に痕跡量存在している。ウランのサンプル中には、ウラン原子1018個中に1個のフランシウム原子が存在していると推定される。また、近く中には常に多くても 30g のフランシウムが存在していると算出されている。フランシウムは近く中においてアスタチンに次いで2番目に存在量の少ない。 元素である。フランシウムは、各反応によって合成することができる。au79197o88fr87215 で 1n、ディ s プラスタイル、セ197、19779au818o-87210fr、プラス5-01マシット n このプロセスは、ニューヨーク州立大学。 ストーニーブルック鉱物理学科によって開発され、209、210、211のフランシウムの同位体を生じさせる。これらは磁気光学トラップによって分離される。特定の同位体の生産率は酸素ビームのエネルギーに依存する。ニューヨーク州立大学、ストーニーブルック鉱の電子、陽電子線形加速器から放たれた18オービームは、金のターゲットにおける、 核反応によって 210fr を合成する。この生産は理解と発展にいくらかの時間を要した。金のターゲットを有点の非常に近くまで操作し、その表面が非常に正常であることを確認することが重要であった。核反応はフランシウム原子を金のターゲットの奥深くに埋め込み、それを効率的に除去しなければならなかった。その原子は 金のターゲットの表面を素早く拡散し、イオンとして放出されるが、毎回起こるわけではない。フランシウムイオンは、静電レンズによって、熱されたイットリウム状に誘導され、再び電気的に中性となる。その後、フランシウムは、ガラス球に注入される。磁場とレーザービームによって冷却され、ガラス球中に止められる。とはいえ、元素を止めておくことができるのは、 フランシウム原子が逃げるか崩壊する前のわずか20秒ほどだけであり、新しい原子の規則的な流れが失われた原子を置き換えることで数分以上の間一定数の原子の数を保つことができる。当初の実験においてはおよそ1000個のフランシウム原子がトラップされた。この方法は徐々に改善され、一度に三十万を超える中性のフランシウム原子をトラップできるだけの能力に、 改善された。これらは中性な金属原子であるとされているものの結合していないバラバラな機体状態になっている。フランシウム原子によって放たれる光を傾向としてビデオカメラで捉えることができるのに十分な量のフランシウムがトラップされた。原子は直径1ミリメートルの灼熱した玉として現れた。これは人類がフランシウムを見た最初の瞬間であった。 研究者はトラップされた原子による発光と吸収を測定するための非常に敏感な測定器を作りフランシウムにおける原子エネルギー順位間の様々な繊維に関する初めての実験結果を得た。初めの測定結果は量子論に基づく計算値との間で非常に良い一致を示した。他の合成方法はラジウムを中性子で攻撃するトリウムを陽子、徴用子もしくは ヘリウムイオンで攻撃する方法が含まれる。フランシウムは2012年現在、まだ十分に多くの重量は合成されていない。詳細は、フランシウムの同位体を参照フランシウムは34の同位体が知られており、その質量範囲は、フランシウム199からフランシウム232までである。フランシウムは7つの準安定格同位体を有している。 安定同位体は存在せず、非常に不安定な元素である。223fr 及び 221fr のみが自然に存在する同位体であり、前者の方がはるかに一般的である。半減期21.8分の 223fr が最も安定であり、これまでに発見及び合成されたフランシウムの同位体で、これより長い半減期を持つものは、 非常にありそうにない。223fr はアクチニウム系列における5番目の生成元素であり、その5大部分は β 崩壊によって1149 keb の崩壊エネルギーとともに 223ra へと崩壊し、0.006%は α 崩壊の経路によって 5.4meb の崩壊熱とともに 219aT へと崩壊する。 二百二十一 f r は四点八分の半減期を有している。それは、ネプツニウム系列の九番目の生成元素であり、二百二十五 a c の娘各種である。二百二十一 f r は、アルファ崩壊によって6.2457名分の崩壊熱とともに二百十七 a t へと崩壊する。最も不安定な規定状態の同位元素は二百二十一 f r であり、零点一二マイクロ秒の 半減期を有し、9.54メーブの崩壊熱とともに 211AT へと崩壊する。純安定状態の核位生態である215メートル FR は、さらに不安定であり、その半減期はわずか3.5ナノ秒である。ありがとうございます。